7月の21日です。今9時半ごろです。今日の気温30.5度。この時間で 30.5 度なってます。クレマチスさん結構大きくなりました。こんな感じです。育ってます。2回目の花咲かしてくれるかな。どうなのかな。わかりません。それと、花鶴草さん咲いてます。ほら、これ花鶴草さんの花です。ここにもあります。綺麗な花咲かしてます。飾り屋さんがやばいです。なんかちょっとやばそうです。カーネーションさん、新しいつぼみ出してます。こんな感じです。ピンクのミニバラさんも結構咲いてます。まだつぼみ残ってますね。中心がオレンジ、周りが赤のバラさん。これもそろそろ終わりですね。開ききっちゃいましたんで、これあと剪定します。その他にもう一個。下の方につぼみありまして、まだ半開きになってます。今日これ剪定ですね。オステオさん変わりありません。花芽出してません。挿し木のこの間つぼみ2つを取っちゃいまして、なんとなく、大きく、なってきてるのかなと思います。もう一つの方はうどんこ病出てちょっといまいちです。ルージュピエールロンサラさんは花終わりまして、こんな感じで現状維持になってます。こちらの方はミニバラさん、黄色いミニバラさんですね。新しい葉っぱ出てまして、また元気取り戻してます。いい感じです。つぼみ、つぼみ出てきてるな。これちょっと今回はね、花咲かせません。つぼみ取っちゃいます。花はねちょっと今回やめた方がいい、そんな感じがします。今回は咲かせません。知らない花さん、こんな感じになってます。まだ咲いてません。まだ咲いてません。もう間もなく咲くのかなと思います。タチキのバラさんです。タチキのバラさん、濃いピンクのバラひろこさん2個つぼみ出しまして、1個こう咲き始まってます。すごい綺麗に咲き始まってます。いい感じかもしれません。それと薄いピンクのバラひろこさん、こちらの方は先日繁護剪定しまして、今このぐらい出てきてます。あとはその隣の、ロマンティックアンティークさん、こちらの方も剪定終わりまして、今現状これぐらい新しめが出てきてます。それと最後にクリスマスローズさん、もうこれはね前回花芽も全部剪定しましたので、今現状何も出てません。葉っぱのみです。あとは今年の12月になるのか来年の1月になるのか分かりませんけども、また花芽が上がってきて、綺麗な花咲かせてくれると思います。以上です。